ノア様、大丈夫でふか？市民の言葉に心を痛めてないでふか？大丈夫です。気遣ってくれてありがとう。あ、でも、涙ふうふうはいりませんからね。では、よしよし、押してあげまふう。それも結構です。それにしても、ますますすさんでしまいましたね。町は焼け落ち、商船組合は解散。清涼も事実上の撤退。まともな港として機能するのは難しいだろうな。今まで吸っておった甘い蜜を奪われ気落ちするのも仕方あるまいが、蜜同様、甘ったればかりの町じゃ。甘ったれの町？エラビーサはもともと少数の人間が開いた漁村だ。資源豊かな北海での漁業だけで十分商売できる。だが、縁石が発掘され、楽に儲かる商売の味を覚えると、町の連中はあっさり漁業を捨てた。そのツケが回ってきたと。ですが、近年の気候寒冷化のせいで、北海の大半に流氷が広がって、漁が難しいという報告もあります。流氷が微生物を運んだり、溶けて沈んで海水をかき混ぜたりするから、漁場は豊かになるんだよ。それは、そうかもしれませんが。町を荒らした俺たちが言えた義理じゃないが、楽な道に逃げて文句しか言わない連中は甘ったれだよね。ほう、言うようになったな、ライフセット。僕のお腹も甘ったれかも。それはいいさ、生きてる証拠だ。北海の巨大オオイカは今が旬だ。ベンウィックたちに頼んでおくか。うん、あと普通のタコも。ゴーマどもが暴れたせいで貿易は断ち切れてしまったが、漁を再開する者がぼちぼち増えてきとるんだよ。おじいさんも漁師なの？最近は貿易ばかりだったが、わしが子供の頃の自分には漁業の盛んな港だった。商船組合がボラードを牛耳っておったから、漁師は締め出されたようなものでね。貿易港にすることで町は発展したが、組合の連中をよく思っていないものも少なくなかったんだ。貿易も漁業も一緒にやればよかったのに。お金が絡むと途端に目の色が変わる人間というのは、いつの時代にもどこにもおって、分かっていながらそういう連中に煽られてしまうのも人間なんだよ。復興を機にみんなが考え直してくれればいいんだが、どうなることやら。採火って僕たちのことだよね。あちこちで清涼相手に大暴れしてるからな。しかもまた次の騒ぎを起こそうとしていると来た。次のクーマを地脈点から引き剥がせば、モアナの村と同じことが起きてもおかしくはない。またあの村のようなことが。採火の次は何に昇格するんじゃろうの。笑い事ではありません。ゴーマになる人間にも汚れっていう原因はある。自業自得と言えなくもない。だがモアナみたいにカノヌシの口にされちまってるクーマがいるのなら、お前はそいつを助ければいい。それはそうですけど。あんたは気にしなくていい。結界を食らって手を下すのは私よ。ちょっと話を聞かせてほしいんだけど。今忙しいのよ。他当たって。失礼します。私は清涼巡察官エレノアです。この町の管理体制について忌憚のないご意見を伺いたいのです。あら、大魔師様もご一緒で。ちょうどいい。
テレサ様を返してくださいな。あの方がおられた時は、そりゃ管理は厳しかったけど安心して暮らせていましたよ。なのに今はフォルディス遺跡にばかり大魔師様を集めて、私たちはほったらかし、善良な市民よりあんな偏僻な遺跡が大事っておかしいでしょ。ずっと清涼に協力してきた私たちを何だと思ってるんですか。本当によくわかりました。本部に伝えておきます。船乗りに続いて小さな女の子までゴーマ病にかかって、とうとうこの町でも広まるのかと思ってたけど、その事件の後パタッとゴーマ病は止まったのよね。伝染病だって聞いてたから拍子抜けしたっていうか、実際のところゴーマ病の原因って何なのかしら。そう、でもイーストガンドの方じゃ住民が一斉にゴーマ病にかかって村もあるって聞いたし、清涼にはゴーマ病に効く薬を作ってもらって、一日でも早く安心して暮らしたいわよね。メディサも哀れな。メディサの知り合い？うん、近所に住んでおった。メディサは女で一つで娘のディアナを育てていたんだが、その子が殺されちまったんだよ。殺された？誰に？大魔師様にさ。ディアナがゴーマ病を発病して処分されたんだ。処分？かわいそうだが仕方のないことだ。だがメディサは聖霊を逆恨みして聖堂に立てこもったんだ。ゴーマにも感情はあるなどと叫んどったが。それでどうなったの？
処刑されても当然の状況だったが、命だけは助かった。メディサを殺そうとした警備を大魔師様が止めたんだ。殺すな、適合者だと言ってな。適合者、清涼の教えを守る者という意味だろう。もともとメディサは真面目な信徒だったからな。ありがたいお慈悲ね。メディサはディアナを本当に可愛がっていた。だから取り乱す気持ちはわかる。だが感情よりも大切なのは断りだ。清涼の秩序を否定するなんて許されることではないや。町の北にフォルディス遺跡っていう清涼の施設があるの。キララウス火山から採掘された鉱石を運ぶ際の関所として使われているんだけど、ここだけの話、清涼は収容所としても使ってるらしいのよ。収容所？ゴーマを捕まえてるとか？まさか、ゴーマならすぐに殺しちゃうべきでしょ。捕まってるのは人間の罪人よ。ちょっと前に人を殺して聖堂に立てこもった女の人がいたんだけど、その人が送られたんだって。なんでそんな遺跡に収容？さあ、すっごい罰でも与えられるんじゃない？清涼ってそういうとこ容赦ないから。あ、今のは単なる噂で清涼の悪口じゃないからね。ヘラビーサも街中でゴーマ病が起こるようになっちまったか。ずいぶん物騒ね。発症したのは小さな女の子だったから、大事になる前に処分できたがな。問題はゴーマになった娘を母親がかばおうとしたことだ。それが人情ってもんだろう。今はそういう情を抑えなきゃならない時代なんだ。一人のわがままが大勢を危険にさらすんだぞ。おう。異常に気づいた男が清涼に通報したからよかったが、例の母親は逆上して通報者を殺しやがった。何でも通報したのは母親が再婚を考えていた相手だったそうだ。ゴーマになった娘は母親の再婚にひどく反対してたっていうから、皮肉すぎるオチだな。そんな、ま、自業自得だ。自分を抑えられない人間はゴーマより迷惑だぜ。ゴーマ化して大魔師に殺された娘ディアナと、そのことで清涼を恨む母親メディサ、そして清涼の収容所といわれる北のフォルディス遺跡か。なんかモアナの時と似てるね。お母さんが娘を愛するのは当然ですよね。それが罪になるなんて。気になるのはメディサにかけられた適合者って言葉よ。ミーツに通じる人あらば、フマのクーマは生え変わる。俺たちの古文書の解釈が正しければ、カノヌシの力に適合するって意味だろうな。つまり、地脈点である北の遺跡に適合者のメディサを送り、クーマにした。そう考えれば全部つながるの。しかも、清涼を恨むメディサとやらがクーマにされたなら、
好都合じゃな。ああ、こっちに協力してくれそうだ。少し話がうますぎる気もするが。確かにね。でも、どの道行ってみなきゃ、裏か表かわからない。だな。フォルディス遺跡に向かうぞ。いやいや、裏目確定じゃろ。フォルディス遺跡はヘラビーサの北です。地脈点も北だよ。きっと同じ場所だと思う。お主も随分変わったしな。ですね。初めてあなたたちと会った時は、まさかこんな風に旅をすることになるとは思いませんでした。僕は、思うこともうまくできなかった。でも、ベルベットがこれを持たせてくれて、アイゼンと六郎が、意志を持てって教えてくれた。そうじゃったな。ダエルも今じゃ、バンエルティア号の航海士だ。ちょこまかしていたビエンフーもグリモ姉さんも気づけば俺たちと一緒にいるし。わほー、わしは？わしは？うん、王子とわしじゃなかった。タカもいるし、黒金もモアナも一緒だもんね。わしは？わしのことはどうなってるんじゃ？何言ったってどうでもいいって言うんでしょ。わしのことが分かってきたようじゃの。マギンぽい。くしゅっ。ノースガンド領ってこんなに寒かったんだね。でもテレサの管轄はノースガンド領でしたし、その頃あなたもここにいたはずでは。多分意識を抑制されていた時は他の感覚も鈍くなってたんだと思う。なるほど。でもアイゼンが寒がっている様子は一度も見たことはありませんね。というか、皆さん平気そうですよね。
この程度の寒さでガタガタ言うようでは海賊などやってられん。俺は子供の頃から夏は炎天下、冬は吹雪の中で素振りさせられてたから慣れっこなんだ。もっともゴーマになってからは暑いも寒いも関係なくなっちまったがな。私もクーマになってからは関係なくなった。冬は苦手だったから都合がいいわ。かくいうお主こそ平気そうじゃぞ。いえ、とても寒いです。あなたが平気そうにしているのが信じられません。三度の飯より寒さが嫌いなわしじゃぞ。全身くまなく防寒用の秘密兵器を忍ばせてあるわ。服の裏から靴の中まで薄くて腫れてぬくもりキープ、その名もポッポカイロじゃ。そんな素晴らしいものがあるのですか。はとまねするなら分けてやってもよいぞ。え、はとまね。ポッポカイロ分けてほしい。ポッポ。ベルベットほどの衝撃はなかったの。お、警備がいないぞ。これは裏か表か。表よ。ここは一気に踏み込む。ここだ。
の衣を幻惑しろ。震えよ。ここだ。くらえつかせる。ガンザンメスパイテン開発中。十字撃破。ここね。ラバフィーレイブン。ここだ。くらえつかせる。ガンザンメスパイテン効果中。ここね。ラバフィーレイブン。効果リップ。ここだ。くらえつかせる。ガンザンメスパイテン。効果中。ここね。ラバフィーレイブン。リジットフォトン。効果リップ。精霊を配備してるわね。クーマを守るためだよね。ええ、おそらくね。操っている大魔師がいるはずです。警戒してください。この遺跡は何か悲しい感じがする。悲しいってどういうことですか？うん、ここで辛い思いをしたり、亡くなった人の悲しい気持ちが溜まってるような気がするんだ。遺跡を見てそんな風に感じるなんてなんか変だよね。いや、その感覚を否定する必要はない。案外そういうものが真実を導く場合がある。ライフセットの観点でこのフォルディス遺跡を見てみると、説明がつくものがあるな。本当？この遺跡の作りは、派手さや豪華さよりも、通路や建造物としての堅牢さが優先されているようだ。それはつまり、火山性の地震を考慮しているのと、この通路で誰かが暴れるような状況が考えられたってことかな。悪くない考察だ。そしてそんな猛者どもがここを素通りするとは考えにくい。つまりここには通路だけじゃなくて、もっと奥に部屋や施設があるってことだね。凶悪犯の牢屋とか闘技場みたいなものかな。悲しいと感じた理由はそれで説明できるな。闘技場だとすると、勝者に与えられる宝みたいな何かが隠されてるかもしれないね。なぜ隠してあると思うんだ？だって、モサたちがいい人とは限らないし、
ここを設計した人は用心深い感じがするから。隠し財宝か。お前はその隠し場所をどう。二人とも考察は後にして、今はクーマが最優先よ。あ、ごめん。宝の隠し場所だな。アイゼン。ライフセット、続きは必ず後でするぞ。うん。アイフリード海賊団の航海術を見。Thank you.
警備がいないぞ。これは裏か表か。表よ。ここは一気に踏み込む。かなりの成功ね、あやつ。
てないと思う。そこだ、食らい尽くす。完全なパーティー。で、とどめ刺していくぞ。メディサの様子はどうだ？おとなしくしている。やはり真実を告げたのが効いたようだ。よし、これで管理しやすくなるだろう。なんだお前たちは。風来たれ焼き刻め。
やっぱりここにメディサがいるようね。事実を告げて管理しやすく。
三度目の正直だな。メディサね。ええ、そうよ。あなたたちは？あんたと同じく聖霊を、同志アルトリウスを恨む者よ。安心してください。私たちはあなたを助けに来たんです。助かりませんよ。え？諦めないでください。私は、いいえ、助からないのはあなたたちです。同志アルトリウス様の理想を、聖霊の断りを汚す者たちは私が殺します。こいつは聖霊の手下よ。やっぱり恨めちゃったの。とどめ、ブレインクブースト邪魔よ。そこだ、クマリックス邪魔。ガンザンメッサイティン天使ョーク、つむじ結果クーハーゼストイカ。とどめ、ブレインクブースト、そこだ、クマリックス。ガンザンメッサイティン天使ョーク、僕が守る。クーハーゼストイカ。ガンザンメッサイティン天使ョーク、つむじ結果クーハーゼストイカ。とどめ、ブレインクブースト。キリがないよ。あの蛇女が召喚してやがる。本体を叩かねば拉致があかんぞ。その左手、そう、あなたが噂の。なぜです、メディサ。あなたは聖霊に無理やりクーマにされたのではないのですか。違うわ。私は自らの意志でクーマになったのよ。でもあなたの娘さんはコーマになってタイマシに。それで聖霊を恨んでいるんじゃ。ええ、恨んでいるわ。人間の汚れがゴーマを生んでしまうこの世界を。あなた、汚れのことを。タイマシ様が教えてくれたわ。ディアナがゴーマになったのはあの子が汚れを発したせいだって。だったら私は汚れを食らうクーマになる。二度とディアナのような悲劇は起きないよ。どんな醜い姿になろうが構わない。カノニス様を復活させ、この悲惨な世界を変えるのよ。ああそう、なら強引にさらうまでよ。終わらせるのよ、あの子の死に報いるために。この人ブレイクブースト放出して。関係ない、全部蹴散らす。こうしちまった。発作クーハー絶叫撃、ガンザンメッサイティン絶叫撃。そこだ、クライスクス、ガンザンメッサイティン。とどめ、ブレイクブースト。クーハー絶叫撃ガンザンメッサイティン。
しまって殺しはねー。セイドブッツ僕が守る。重圧くだけ死ぬくらった。影のムーブ空は絶頂が万存でしまった。アクアスプリング通じてない。死ぬくらった。どうせたボイドレ僕が守る。空は絶頂が万存で最近成長く通じてきた。空は絶頂ここだ。食らいつくぜ弾丸滅退陣全勝負マリン。とどめブレイクバースト。そこだ食らい尽くす弾丸滅退陣。とどめブレイクバースト。デクソンガンダムゴーリック全力マーケつむじこだ。つむじこだ。グーは絶衝撃弾丸滅退陣全勝負力強飛び。レンジリングよし行けばいい。アクアラビアカットボイドレグクーは絶対霊視解放。ただなすままに秩序をもたらせバインドオーダー。ここだ食らい尽くせ弾丸滅退陣影取り絶勝負つむじ月下とどめブレイクドライブ容赦しない。消えない傷を刻んで吐けろリーサルペイン。回しい汚れが足も大変影取りクーは絶対弾丸滅退陣。ここだ食らい尽くせ弾丸滅退陣全勝負つむじ月下空母絶勝力とどめブレイクブーストそこだ食らい尽くせよし弾丸滅退陣全勝負つむじ月下とどめブレイクブーストそこだ食らい尽くせ弾丸滅退陣全勝負とどめブレイクブーストそこだ食らい尽くせ弾丸滅退陣絶勝負ここまでよ。最下の剣士め。最下の剣士。最悪の時代をもたらす魔王の名よ。欲望のままに世を乱し、混乱と最悪をまき散らして顧みない
汚れの塊。始末に追えぬ人の業を体現したお前のような悪のことだ。ゴーマ、クーマ、サイカの剣手、好きに呼んでくれるわね。でも私が魔王だって言うならあんたは魔王に利用される、それだけよ。させない。あの子は私のせいで、だから私は死ぬまで戦わなきゃいけないのよ。やめて、邪魔をするな。嫌だ、もうお母さんが死ぬのなんて見たくない。モアナもエレノアもお母さんが死んじゃった、それってすごく悲しいことなんだ。モアナ、清涼に無理やりクーマにされた少女です。娘を助けようとしたモアナの母親はお腹を空かせたあの子に自分を差し出して。モアナはずっと泣いてるんだ、お母さんに会いたいって。だからお母さんが死んだらティアナだってきっと悲しむよ。ティアナ、お母さんは私がいらないんだね。新しいお父さんの方が好きなんだ。違う、私はあなたのために。でもあなたは自分が邪魔者だと悩んで汚れ傲慢になってしまった。私のせいでごめんね、ごめんなさい。メディサ、大丈夫、気絶しただけだ。このまま連れて帰るわよ。念のため拘束術をかけておく。どうやら清涼はメディサの後悔を利用したようじゃな。クーマとして自分たちに従うように。そんな、残酷すぎます。じゃが理にはかなっておる。そうですね、断りに反しているのは私の方です。ここからメディサを連れ出せばヘラビーサがどうなるかわからない。なのに私は自分のこだわりのためにそれをしようとしている。メディサ本人の決意まで打ち砕いて。断りで言うなら汚れる人間個人が悪いのよ。あんたが責任を感じることじゃないわ。だとしても私は目をそらしたくありません。自分が選んだ道の先にある現実から、それが断りに反する私のせめてもの義務です。本当に面倒ね、あんたもこの女も。ごちゃごちゃ考えないで、悪事は全部サイカの剣手のせいにでもしとけばいいのよ。ベルベット、別に気を使ったわけじゃない、私は気にしないってことよ。道の先に何があろうとね。探索船バッ、苦しめちゃったのかな。そうかもしれません。でも私もあなたと同じことを思いました。お母さんが死んだら悲しいです。
だから止めてくれて嬉しかった、うん、エレノアのやつ随分無駄な責任を背負おうとしてるみたいね。無理をしすぎて汚れる危険が高くなってるんじゃないの？汚れとは人間の心にあるエゴや矛盾から目をそらす独善から生まれるものだ。だがエレノアは自分のエゴを自覚し矛盾と向き合おうとしている。それこそがタイマシに何より必要な資質。汚れを生む感情に染まらない純粋さというものじゃ。つまり大丈夫ってこと？今はな。だが人の心は一瞬で移ろう。この先どうなるかは誰にもわからん。ま、さほど心配せずともよかろうって。大抵のタイマシの純粋さは理で作り上げたものじゃが、あの娘のは天然のようじゃからの。タイマシの才能ってわけね。貴重な才能だが特殊な資質でもある。エゴや矛盾を持たない者などいないし、己が醜さと正直に向き合うことも簡単にはできん。程度の差はあれ、汚れを持って生きてるのが普通の人間というものだ。汚れは必然に存在するもの。でもアルトリウスはなんとかなる。ここだ。本気で戦いなさい。今のうちに町を抜けてタイタニアに戻るわよ。ここがあなたたちのアジトか。私を逃がしたら致命傷になるわね。寝首をかかれないようにせいぜい気をつけなさい。言うわね。あの子がモアナだよ。ディアナと同じくらい。聖霊、こんな小さな子を無理やりクーマに。お願いです、メディサ。あの子と話してあげてくれませんか？どういうつもり？モアナはクーマです。だけどお母さんを恋しがる普通の女の子なんです。私じゃあの子の悲しみを埋められない。でもあなたなら。大丈夫。私はメディサっていうのよ。怖いわよね。ちょっと。でもベルベットやダイルより怖くないよ。それよりおばちゃんはモアナが怖くないの？夢を見たの。モアナのお母さんがモアナを怖いっていらないっていう夢。怖いものですか？お母さんが子供をいらないなんて思うわけないわ。
わかるの？私もお母さんだからよ。お母さんは自分が死んでも世界がどうなっても子供を愛してるのよ。あなたを誰より一番泣かないで、おばちゃん。モアナとメディサ、寂しくなくなるといいけど。そうね、泣き止ませるの大変だし。聞いてもいい？ベルベットのお母さんって亡くなったわ。私があんたより小さい頃に。あ、ごめん。別にいいわ。つまり私もあんたと似たようなものだから、一人で寂しがっちゃダメよ。僕は平気だよ。寂しくなんかないんだから。なんで怒るわけ？変な子ね。変じゃないよ。もうエレノア、モアナとメディサの監視は任せるわよ。はい、ありがとうございます。いいの？タイマ氏がサイカのなんとかにお礼なんか言って。あ、いいじゃないですか。魔王が細かいことを気にしないでください。ベルベット、グリモワールが呼んでたぜ。ライフセットを連れて監視塔に来てくれって。わかったわ、すぐに行こう。